お疲れ、ゲンジです。 Today's Real Japanese。 今日のトピックはえぐいです。えぐいはやばいと似たような意味で、たくさんの意味があります。大きく分けるとポジティブな意味とネガティブな意味になります。ポジティブな意味としてはすごい、最高、楽しい、美味しいなどがあり、ネガティブな意味としてはきつい、ひどい、最悪みたいな意味があります。ポジティブな意味で例えばこの景色はえぐいとか、北海道の寿司はえぐいみたいな感じで、ネガティブな意味で例えばあの仕事は本当にえぐいとか、えぐいこと言うねみたいな感じですね。 Real Japanese を使っていきましょう。それではバイバイ。